食べたことのない和菓子を食べよう。よっしゃ、素敵、素晴らしい和菓子、大好き和菓子。こんな企画で和菓子でもいいよね。マジで最高。もうさ、チョコパイとかを食べると、パーンくるじゃん、うん、そう血糖値スパイクがもう、ね、ドーンってなるんだけど、なんか和菓子ってこう本当ゆっくりこの量食ったこの量食ったら大福とか食ったらいっちゃうよね。知らないのが結構あるよね。確かに食ったことない、うん、のし梅とか別に食ったことないんだよ、ね、確かにのし梅三太郎でしか。そう、なんか確かに知らないんだよ、ね、知らないかも。こんなにいっぱいあるのにこんな落ち着きすごくないですか。確かにね、YouTube って感じ。確かに全然一人も騒いでない。素晴らしいことですよ。ちゃんと座ってる、ね、えってならないですね。じゃあ気になるやつ食っていきましょう、うん、はい、早速のし梅。のし梅、じゃあのし梅って何なんなんこれ。梅なの、ね、梅を伸ばしたやつってことですか、ね、開けますよ。梅っていうの、梅の紙幣みたいなことだよね。梅の紙幣、のし梅、のし梅、梅の紙幣。なにこれ、なにこれ、紙幣じゃん。え、なにこれ、え、ちょっと待って、どっからどこまで、なにこれ、なにこれ、札、札、え、うわぁ、うわぁ、これ綺麗じゃん。すげえ。なにこれ、なにこれ、これあの風邪ひいたらおでこにくっつけちゃう。ネプタの始まりだ、あ、もうこんなディストピアなんだ、のし梅って。ディストピアって確かに塞ぎ込んでるシンジ君が食わされてる。すごい、ね、これのさ、キラキラ、あとファイバーみたいな、光ファイバーみたいなってのし梅、みんな食ったもんない、ないない、ない、ない。いただきます。ん、あ、うまい。思ったより酸っぱくない。うまい。普通にもう梅ゼリーだね、ほのかにね。和菓子っていう感じもすらあんまない、うん、ほんのり酸っぱくてめっちゃ美味しい、ね、フレッシュだし、なんかすげえ美味しいじゃん。めっちゃいいかも、のし梅。ちょうどいいやつ、すげー、知らなかった。じゃあのし梅さんだったら全然ちげえじゃん。そりゃそうだ、確かに。そりゃそうだ、全然違うじゃん。違う、なんかでもいまいちいつ食うのかがよくわかんないけど、一日のどこにこれまあお茶と一緒に。うまいはうまいね、うん、ただ和菓子食ったって気分なってないね今。確かに、なんか異国の地のお土産みたいな、ね、おいしい。あと気になるやつあります。これを、なにこれ、お、なそれ、六方焼き、六方焼き、明大二郎の六方焼き。人形焼きよりもあっさりしてそうな、うん、ちいちゃい食パンみたいな。そうですね、ちいちゃい食パン、なにか結構江戸時代後期ぐらいからあった。何が入ってるのこれ。あんこかな。まあだろうな。何これ、まんじゅう。食ってみます、うん、はい、いただきます。いただきます。うん、うん、こういうことやね。梅、うん、こしあんというかもう、お茶飲みた、こう、朝干しのある豆つぶしたてみたいな。そうそうそう、うんうん、ちゃんこの甘さが全然後に残んない、うんうん、あっさり美味しい。重いね、意外と一個で、うん、和菓子いいな。ちゃうま、はい、ちょっとあと、うん、これはちょっと食ったことあるんですけど、俺のもう和菓子1位、うんうんうん、和菓子ランキング1位なんですけど、あれ、これですよね。え、皆さんご存知、道明寺。道明寺か、これ道明寺、これ道明寺、それは道明寺だ。こっちは、こっちは、これは桜餅でしょ。え、まあ、桜餅も美味しいんですけど、道明寺はマジでうまい。え、そう、え、俺全然違いが分かんないけど、何、もち米なんですよ。もち米と、つぶつぶでしょ、これ、つぶつぶのロールね。これがね、めちゃくちゃ美味しいんですよ、ね、知らねえ。棚より団子でもさ、名前使われてる。道明寺つかさ、あれ、これが、これ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 、和菓子屋でバイトしてんだから、主人公本人がね、松潤です。これ、これか、松潤を食う、俺様系よ、これ。え、そうだね、いただきます。いただきます。うまい。うわ、うん、最高。最高、これちょっとさ、うん、これしょっぱいね、塩気があるんだ。こいつが憎いね。これはうまいんだよ、これはうまい。うめえ。子供の時はこういうの嫌だったんですけど、うん、なんかもう今、うん、そう、今やでしょ。マジで最高。結構しょっぱいね。そうなの、葉っぱが結構塩漬けされてて美味しいですよね。これはやっぱもう春になったら必ずもう、うん、へぇー、道明寺。こっちは、こっちは桜餅。こんな味違う生地ですね。お、うん、うん、こっちの方が好きだ。こしあん好きなんで、うん、うん、そうね、うまっ。道明寺はちょっとつぶつぶというか、うん、もちもち感みたいなね、うん、こんなうまかったっけ桜餅。いや、うまいよ桜餅って。最近全然食わんな。うまいよ、めっちゃうまい。自分で買わないんですよね。買わないね、うん、こう、まだスパイクされてないから、うん、
全然分かる、うん、全然眠くなってきてない、まだ血糖値大丈夫、うん、まだまだ血糖値を低く保ってます、ね、時間とかだんだん来るよこれ重そうなの今のうちに、うん、ってことはないで言ったら霧山椒。おえ？なんすかそれ？霧山椒って何？なんかムーミン谷のやつらでしょこんなの。ああ色違い。霧山椒。全然意味が分からない。何これ？山梨の薬よけ含む。でもなんか、はい、山椒が入ってるらしいですよ。そうなん。山椒粉がね。好きよ山椒。そうそう。山椒いった粉が混ぜてあるって書いてある。霧山椒。あ、する。うん、あ、ほんとだいるわ、山椒が山椒、うん、あ、山椒じゃん、これめちゃくちゃなにこれこんなんあるんだ、刺激的霧山椒いただきますうん、うん、あおぉあるからめっちゃ山椒じゃんすげえうまいすごいすげえ面白不思議だねこんなんあるんだそれが逆にこの素甘の甘さも引き立ててて、うまいわ。好きかも。うん、めっちゃ爽やか。これはあ、この食感なのに刺激が山椒ソフトキャンディーみたいな。あめっちゃ山椒くる。子供だったらめっちゃ嫌いだったから。ああ、うん、こういうの嫌いだもんね。山椒の香りだけだもんな、ほぼね。うめえ。これはすごい。なるほど。知らなかった。こんなの。これとお茶飲みてぇないや、濃いね濃いうまいうまい渋いやつ渋いお茶これ食うタイミングもまた難しいですね、うん、あなんでさ、こんなん買うのって思ってたんだよ、うん、思ってたおばあちゃん家行った時にそおばあちゃん家のお菓子の魅力のわかるね、うん、嫌いなのかな俺のこと俺のこと嫌い嫌がらせのためにやってんじゃないかなって思うぐらいこいつ正気かっていうさ、お菓子が子供目線でこうなんださ、さすがにいやいや、意外とも食わせてて、うん、これがうまいんだね、この方がいいだろう、ね、そう、 そうでもなんかわかるな、もう今となっちゃうすごいわ嬉しいわ、嬉しいわこれ何これ何チャツ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 これチャツチャツチャガトー一般的な名称なのかここのやつなのかっていうのが気になる、ね、金唾みたいなことではないのかこれはちゃんとチャツのウィキペディアがあるわチャツのウィキペディアこれあでも硬い思ったよりこんなんでもチャツなんて名付けたらもうさボスじゃないこいつ確かにね和菓子のチャガホールってチャガ割ってるわけだから割って食べまうんで食ういや、いいよ、割ろういいよ、じゃあ普通いっちゃいなよじゃあ、いっちゃうこっち割りましょういいよ待ってよえ、ちゃ、え、ちゃ、え、嫌い？茶通嫌いなんで普通はちょっとえ、事務所へ行くでしょなぜなぜ茶からもらった茶通は受け付け半蔵じゃん、こんなん半蔵じゃん半蔵なんで割る割って割れるこれ深くだからね上が特徴的ですよねおまんじゅうの一種なんでしょ砂糖ね周りが砂糖雪の宿みたいな砂糖がじゃあ、茶通茶通を、はいはい、んんあ、ほろっとしてるんんなにこれあ、これあー不思議な食感結構もうギュッてされてる、うん、甘いね甘い甘って抹茶のなんかでも、抹茶の風味ありますねすんごい抹茶の甘いやつみたいな感じなんか、31とかの抹茶の味アイスみたいな、うん、直接的な甘さが結構あってなんかすごいかもね昔だね、君うん抹茶だし感じ抹茶だね本当にもう、なんかね、うん、小坊主が盗むやめろって妙にダイレクトにきますね武将さん、茶風食べてる、うん、茶風これいくか何ですかそれいただきあえあれあれもしかしてカネモチカメモチいただきもちポポくんは歩く身の白金カネモチカメモチいただきもちポくんは歩く知らねえまた戻っちゃう戻っちゃうオープニングでオープニングやそういやいただき餅っていう言うて、まあまあ、好物なのよ、うん、お坊ちゃまが、超御曹司だそうでもこれはいただきっていうのを、まあ、もじって、うん、いただき餅って調べてこれが元なのよ、高いんじゃないのじゃあいや、そんなに高くなくてなんか意外と地味なお菓子が好きみたいなボケらしい、うん、あ、なるほどいや、知らない食べたことない確かに上等そうだね、これどういうやつだ、これ餅って感じじゃないのかそういうことであ、なんかどら焼きみたいなおー、薄い薄いなるほどこれがあら、どら焼きの薄いなんか感じ、ね、なんか良さそうだぞ良さそうなんか美味しそうだね
おもちゃもくんのチンチン、あ、おだちんこ、おだちんこってこと、僕らもうってことは、柿野くんのチンチン、あー、そう難しいな、難しいな、確かに、いただきます。あら、うまい、好き、もうなんこれ、うん、うまい、あ、なんか中に、中に箱入ってる、コリコリのやつ入ってる、ほら、いいわ、なんかおしゃれだな、あら、あら、あら、うまっ、これいいね、ほら、いいわ、傲慢かましてよかったこれは違うから、その後だろ、傲慢ニズムの方で違う作品、このさ、薄皮がめっちゃいいね、そうだね、うん、どら焼きとは違う皮の感じ、お上品、これ確かに上流階級、確かに高級そうだもんな、甘さ控えめだし、上流だぞこれ、ここ薄くてさ、あんこの味をちゃんと味わえる、うまこんな食ったらもう、うん、立っちゃうかもな、何を、え、何を、何をカーネボッチカーいただきもっちぽっくんは歩く身の白金知らねえ。坊ちゃんも見たことない。え？え？マジで？そんなやついる？あれは？あれ知らないの。写真にさチンチンが写ってて、うん、誰もいないのに。心霊写真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 。しょうもない。もうしょうもない。時間返せや。亀に乗った。そうそう。金持ちだから亀も持ってるのいっぱい。あ、お父様がね、そうそう、あの亀の歩みで行けみたいな、そうそう、なんかね、教えとして教えて、そうそう、それを真に受けて亀に乗って、亀に乗って移動してピエール、ピエール、マリアンヌ、うん、面白いかも、うん、めちゃくちゃ面白いかも、なるほど、こういう話も出るよね、私、うん、確かに、もうそろきつくなって、うん、これは、あ、これ食べたことない、僕はありますよ、全然、あ、ないこれ、いや、これ何これ、これ揚げまんじゅう、揚げまんじゅう、あー、なんなら僕らがずっといる目黒の名物です、うん、あ、そうなの、そうなの、中目黒の駅横あるすぐあるよね、タバコ屋の、あー、あれこれって売ってるやつ、これもう手土産のもう、うん、名物です、えー、そうなんだ、揚げまんジャパン、揚げまんジャパン、あ、揚げまんジェットコースターも、うん、乗れるの具体的なネタ食べるときは一緒だよ、あ、いろんな味があるの、揚げてあるっていうことなんですか、桜、いただきますか、桜と星やん、あー、あら、かわいい、名称は油菓子、あ、確かに油がテラテラ、うわー、すげー、ジュクジュク、分厚い、分厚い、ほんとだ、もう匂いが揚げパンの匂いする、ドーナツ、ドーナツ、じゅわっ、じゅわっとしてるよ、じゅわっと、いただきます、ありがとうございます、うん、うわっ、これは牛乳だわ、うん、ああ、そうだ、うん、パンに近いかもね、これはね、これ、うん、あんドーナツ好きな人めちゃくちゃ好きだ、あ、そう、あんドーナツ近いかも、揚げたね、ドーナツ好きだわ、これね、これと牛乳は最高だ、うん、うん、やばいよ、うん、熱が、熱が変わってきた、やばいかもしれない、血流が大丈夫かも、あ、ちょっと汗出てきた、やばい、やばいよね油とあんこですからもう、汗が出てメーターみたいなの見える、見えるな、うん、不細工、うん、これじゃあいきます、ショーロ、ショーロ、ショーロ、知らんなー、松尾と書いて、何ショーロ、色もな、いろいろ、えっ、あ、よいしょ、はい、これ、うん、はい、ショーロ、ショーロ、じゃあいただきましょう、コーティングされてんだ、外側に砂糖のコーティングが白いね、カチカチです、いただきます、はい、これだったんだ、うん、あ、うわー、うわー、やばい、あー、甘い、甘玉じゃん、これ、あはは、あ、もうございますこれは爆弾だな、これ炎甘い、あ、もうございます、甘すぎる、でもなんか、こしたしっとりした感じもありますね、あんこを、あの、砂糖でくるんでるお菓子だね、うん、蜂蜜も入ってる、蜂蜜も入ってる、うん、口だから溶けていくね、一瞬で、うん、美味しい、美味しい、美味しいけど、美味しいけど、こんな量食ったら終わるよ、マジで登山の時とかに持ってくるやつ本当に蛍光色だわ、口どけすごいな、こんなん、あー、すげー、原始のミルティーキスかもしれない、これすごいな、無理無理、美味しいけどね、まあ完全なお茶菓子ですね、お茶がないとマジで渋いお茶でいいよね、これは食えない、なんなら抹茶に合わせたりするのかもね、苦いやつに、あー、びっくりした、しょっぱいのも言っていいですか、これは、あ、何、食べたことないんだけど、これ塩ようかん、なんかスーパーでもさ、塩のやつあるよ、見る、ある、はい、塩って書いてあるスーパーの最後の方のなんかね、そうそう、あるね、ラストランみたいなとこね、おばあさんしかいないとこ ね、塩昆布とかあるコーナー、そうそうそう、俺あそこで生涯200円しか使ったわ何がトータルで、トータルで気になるわ、そこで何が、え、あ、すげー、長い長い、あ、切る、あ、切るやつなんだね、素敵、うわ、あ、じゃあこのまま俺だけ俺だけ満足バーカシャって
もう5時か。すごい辛いのは、すごい。みんなが街中でこれかじるようになったら面白いか。面白いけど。怖いよ。怖いよ。持ってきますよ、じゃあ。切るか。おちょうど。ほい。あ、おぞーす。おぞーす。塩ようかん、いただきます。はい。お塩だ。あ、塩だ。うん。いきなり塩。なんか表面が塩だね。あ、すごい。うん。あ、なんか回復した。なんかそんなに甘くない。うん、うん、あ、うめえかも。あ、うまいうまい。全然甘くないね。うん。あ、お茶も欲しい。これは欲しいね。小豆のね。うん。小豆味。あとちょっとした塩気みたいな。これでもマジ羊羹ダメになった後食うやつですね。甘すぎてダメになったらもう塩羊羹だっていう。ちょっとなんか人っぽい感じもする。なんかわかる。汗。でもこの食塩水。わかる。嫌なこと言うなよ。わかる。嫌なこと。指がなんかふやけた指を舐めてる。舐めた。いいね。わかる。ちょっとところ。おし変えるか。超えたぞちょっと。ライン超えるな。表面だけしょっぱいですねちょっとね。なんかね。わかる。すごいこれ。こんなあるんだ。あとは。はい。ある？懺悔。懺悔。懺悔って有名じゃない？かっこいい。ブリーチの必殺技みたいな。ね。え、シナモンピーが入ってる。へぇー。ボカロシナモンピー。あー、いいですね。どういうお菓子って？なんかなんかお月様の形してる。なんか曲げてお月様にしてるやつじゃん。わー！わー！お？懺悔。ちょっとタコスみたいな。揚げ餃子じゃん。カチンコチンなんですよ。カチンコチンなんだよ。ちょっと薄い。どら焼きみたいなのかなと思ったら全然違うんだわ。あ、ええ柔らかい。中はしゃっくりあんこ。柔らかい。あ、シナモンだ。シナモンだ。シナモンピー。シナモンピーだ。シナモンピーだ。スパイスが効いてるわ。いただきます。じゃあ、懺悔。いただきます。懺悔。うん、あ、うまっ。あー、あ、すごいシナモン。なるほど。強いな、シナモン。子供に好かれる部分が全くない。ない。これは子供嫌いだもんね。そう、八つ橋の第二次成長期の八つ橋。まあスポンジっぽいもんね。これは変わってるわ。なんならこれおばあさんとかおじいさん相手に出すにしても勝率五分五分。これ好みあるね。賭けですね。一か八かの技。懺悔。それで友情壊れるまである。そんなあいつ懺悔出しやがってよこの俺にわしゃすかん。これ好き嫌いあるね。だいぶ。あ、こんなとこですかね。ほんと限界。もう限界だ。クリマンってクリマンジュってこと？クリマンジュでしょ。これあれよね、あのバイバインで吹いたやつ。そうですね。そうです。ああ、さすがに上がり始めたな、血糖値が。まあいいね。さすがに上がっちゃったな、これ。さっき完全に耳鳴りした。完全に。ダメだ。耳痛くない。この量食ったらさすがにもう上がるよ。さすがにだわ。ダメだ。汗出てきちゃった。おもころチャンネル。はい。うん。疲れた。すごいっすね。いや、だいぶ疲れたね。鉛のように。どうでした？皆さん、なんか。これ良かったなって。いただき餅めっちゃうまい。いただき餅だし、あとあの切り山椒。切り山椒、あー、分かった。あんな驚きがいっぱいまだあるとは。不思議だよね。びっくりした。のし梅めっちゃうまい。おしゃれ。あれいいよね。今食べたいかも。あれすごい。確かに。流行るでしょ。そう、流行るとか食った後がいいな。のし梅、あの見た目もいいよな。あれ剥がしてさ、高級な感じして。あれ財布に入れてさ。え、財布って？万札みたいな。ガス食べて食いたいわ。和菓子屋で売ってるおにぎり好き。わかるー。わかるー。マジで。買ったことない。え、嘘。和菓子屋のおにぎりとか細巻きめっちゃ売ってる。いや、たまに見ますよ。たまに見るけど。前住んでるところ千葉聞いてたんですよ。やばい。もち米の名人ね。え、売ってるそんなの。売ってる売ってる売ってる。和菓子屋のね、米系うまいんですよね。めちゃめちゃうまいんだよ。次はそっちか。え、あ、狭っ。和菓子屋のおにぎり。ナンバーワン。持ってきたい。持ってきたいおにぎりあるわ。和菓子屋。ホニャララ屋のメインじゃないやつをいっぱい。あー、いいじゃん、いいじゃん。お肉屋さんのコロッケみたいな。あー、いや、なるほどね。あと、和菓子屋で働いてる女子高生って全員いい子に見えるよ。ジジイ。ジジイ。ジジイだな。詐欺の入り口として和菓子屋っていうのを作れば、みんな信用するんじゃないか。潰れそうなんですよ、この店。め
ちゃめちゃマネーロンダリング絶対悪い人じゃないだろうなっていう感じそんなことするそんなことないか。というわけなんで皆さんも和菓子を食べてください。美味しいよ、美味しい、マジで。さようなら。チャンネル登録してね。桜餅最高。眠たい。ションダコ別館のおかみでございます。今日は皆さんにションダコ別館、そして本館の方の設備をご紹介させて。スタングレネードだ、スタングレネードだ。あの日僕が焦がした焼き鳥は凡人でした。バカには勝てん。